巨大な竜骨のふもとにこんな洞窟があるとはな。知らなくても無理はないわ。ここに充満している竜骨の魔力が結界の役割を果たしていて、魔女以外は入れないのよ。この中にいるといいのですけれど、先にこの周辺を探してみますか。待って、あそこに落ちてるのは。間違いない、この髪留めはルルータのものだわ。ってことは中にいると見て良さそうだな。よし、待ってろよルルータ。こんなところに髪留めが落ちているなんて、何かあったと考えるのが普通だが、その可能性を考えたくなくて、あえて誰も口にしないのかもしれない。聖域というだけあって神秘的な場所だな。魔女しか立ち入ることができないなんて、どんなところかと思ったが。まあな。でもこの先は悲惨だぞ。この先何かあるのか。デスカルネバーレが起こったのはこの洞窟の採用なんだよ。昔は綺麗だったが、今じゃひどい有様だ。またデスカルネバーレか。一体何なんだ。ミネッサ、大丈夫ですか。ええ、なんともないわ。そうは言うけど、やっぱり少し顔色悪いぞ。平気よ、なんともないって言ったでしょ。明らかに動揺しているようだ。まるで大丈夫だと自分に言い聞かせているみたいだな。なあ、そのミネッサ、デスカルネバーレが何かは知らないが、もしかして何か個人的な因縁でもあるのか。おいお前、よりによって直接本人に聞くなんて何考えてるんだ。デリカシーがないにも程があるぞ。すまない。言われてみれば魔女以外は知らなくて当然でしたわね。デスカルネバーレという呼び名も私たち魔女がつけたものですし。それもそうだが、質問するにしても少しぐらい空気を読め。いいのよカリカロ、変に気を使われるよりはマシだわ。聞いて楽しい話でもないと思うけど、それでも知りたいと言うなら教えてあげる。10年前、私が味わったこの世の地獄を。10年前、この聖域のねぐらはバーネリアにある6つのねぐらの中で最も大きく、最も多くの魔女たちが暮らしていた。今よりずっと幼く、ずっと弱く、ずっと無知な私もまたそこで暮らす魔女の一人だった。生きる知恵を授け合ったり、バーネリアの魔女が辿ってきた歴史を学んだり、そんな風にささやかな日々を過ごしていたわ。ところがある日、一人の魔女が狂乱し、その身に秘めていた魔力を暴走させたの。この世のものとは思えないほど大きく邪悪な炎が6つのねぐらを同時に包み込み、その時この場所にいた私は地上に現れた地獄を目の当たりにした。あっ、
私が一人残らず燃やし尽くしてくれる。その晩、実に100人以上もの魔女が豪華に焼かれ燃やし尽くされた。ううん、生命の宝玉に実っていた分も含めればそれよりもずっと多くの命が失われたわ。惨劇で聖域が焼き払われてしまって以来、生命の宝玉に新たな命が宿ることはなかった。あれから一人もこの世に魔女は生まれていないの。なるほど、魔女はその生命の宝玉とやらで生まれるのか。しかし正直想像以上だ。騎士団の知らないところでそんな恐ろしい事件があったのか。私はどうにか逃げ延びることができ、今もこうして生きてる。私やラポネットは当時違うねぐらにいたんだが、助かったのは奇跡に近いな。そしてその後、生き残った魔女同士で被害の少ないねぐらに寄り集まって今のねぐらができたというわけですわ。なるほど、事情は概ね理解した。さっき極縁の魔女の名前を聞いて君が動揺していたのはそういうわけか。それで極縁の魔女はその後どうしたんだ。自らが生み出した炎に焼かれて死んだとも、いずこともなく去っていったとも言われていて、確かなことは分かっておりませんの。ミネッサはまさにその場にいたんだろう。極縁の魔女がどうなったか覚えていないのか。いいえ、残念ながら私が覚えてるのはその後ろ姿だけ。顔も見ていないもの。だからもう一度極縁の魔女に会ったとしても本人かどうかは分からないと思うわ。そうか、とにかくそいつが魔女を目の敵にしていることは理解した。できるだけ遭遇しないよう気をつけた方がいいな。ええ、そうですわね。さっきも言ったけど、この洞窟には魔女以外のものが立ち入ることのできない結界が張られているわ。ここに入ってくることができた以上、極縁の魔女はあなたを魔女と認識するはずよ。そうか、わかった。何事も先手必勝だ。それらしいのを見つけたら速攻で殺そう。意気込むのはいいですけれど、返り討ちに遭わないよう慎重な対処をお願いしますわよ。ラポネットの言う通りよ。ルルータを連れて帰ることが最優先事項ということを忘れずにね。じゃあ、分かってるっての。じゃあ、くれぐれも気をつけてルルータを探しましょう。よし、殺そう。竜を感じる、頼む。竜の力、力がみなぎる。終わりの時間だ。
守るわ。行くぞ。一つ、二つ、フィニッシュ。行くぞ。一つ、二つ。鼓動を守るわ。覚悟しろ。行くぞ。よし、やった。鼓動を感じる。私の守るわ。行くぞ。一つ、二つ、フィニッシュ。行くか。決める。俺は絶対に負けない。力が湧いてきますわ。砕けろ。はっ、よっ。なかなかだな。はっはっはっ。よっと。私に任せて。ここから脱出するわ。私に任せ。交代です。床よ、姿を現せ。よっしょと。はっ。やってやる。覚悟しろ。と。行くぞ。楽勝。守るわ。やってやる。行くか。行くぞ。よし、やった。守るわ。出番だな。行くぞ。よし、やった。任せろ。一つ、二つ、フィニッシュ。覚悟しろ。た、やった。また力が湧いてきますわ。いいものですわ。いい品ですわね。一掃しますわ。行くぞ。私に任せて。みんな、あの後ろ姿は。あら、また会ったわね。お前は。そういえば自己紹介がまだだったかしら。私は極炎の魔女よ。何？まさか彼女がさっきの所業をしたっていうのか。とても狂乱しているようには見えないが。いいえ、そんなはずない。だってあなたの後ろ姿は私が覚えているものとは違うもの。へえ。ということはあなた、聖域のねぐらの生き残り？うん、そうよ。ふん。一人残らず殺したつもりだったけど手ぬるかったみたいね。あなた、後ろ姿が違うとか言ったけど、それは確か？あれから10年経ってるわけだし、記憶違いなんじゃない？そんなことない。あの時見た魔女と、今目の前にいるあなたとでは、何もかもが違いすぎるわ。なあ、ラポネット、どう思う？そうですわね。少なくとも、今こうして話している分には何も異常性を感じないですし、とても狂気に侵された魔女だとは思えませんわ。だよな。極炎の魔女にしては明らかに幼いし、どう判断すればいいんだ。みんな動揺は隠しきれないようだな。やむを得。それなら俺が話を進めよう。極炎の魔女かどうかはさておき、そっちには俺たちと争う意思はないと思っていいのか。ええ、そう取ってもらって構わないわ。あくまで今のところはね。そうか、わかった。ならこれ以上の追及はしない。それとは別に聞かせてほしいことがあるんだ。ここで魔女を見かけなかったか？まだ幼くて、見た目で言えばお前と同じくらいだ。ええ、見たわよ。それ本当？
あのお嬢さんならフラフラと洞窟の奥に向かっていったわ。フラフラと？ええ、あの子ちゃんと竜の血を取ってたのかしら。とても苦しそうで、まるで飢えているように見えたわよ。な、一応確認するが、魔女って竜の血を摂取しないと。飢えて狂気に侵される。何日も食べていなかったとなると、もうあまり時間は残されていませんわね。血を取りすぎれば竜になり、取らなければ狂気に侵される。魔女という存在はなんと救いがないのだろうか。あれぐらいの年頃は一番難しい時期なんだから、もっと気を配ってあげなきゃダメなんじゃない？ま、今更後悔したところでもう後の祭りよね。間に合うとは思えないけど、できるだけ急いで追いかけた方がいいんじゃないかしら。それじゃね。そんな、どうしてこんなことに。もっとしっかりあの子のことを見ていれば。嘆いている暇はなさそうだぞ。あの魔女が言った通りだとしたら、急いで見つけないと手遅れになる。ええ、行きましょう、ミネッサ。間に合う可能性にかけるしかありませんわ。そうね、ルルータのためにもしっかりしないと。行きましょう、みんな。いいものだわ。よっしゃ、やった、いいものだわ。みんな油断するな。頑張るわ、守るわ、行くぞ。一つ、二つ、よし、やった。ざっとこんなもんだな。使わせてもらう。し、そこ。気合を入れるぞ。覚悟しなさい。守るわ。ドイツだ。各守れは。まだまだ楽勝。行くか。た。やっ、やった。ここから脱出するわ。私交代。行くぞ。私に任せて。